はい、まだまだベルナバーグで、もしようが、スオ打倒の組織でした。本事教打倒でなりました。はい、グローロート事件あったか、うん、閉じ込んすよ、バーキン。君の味方で、うん、スオに強殺せってたんやろ、うん、大栗旬さん。最後はスオ打倒入って。いろいろな、お前最初が本事教やろ。バーニングの女やったら、ボケ。セックスワーカー、消えろ、お前。お前通報したやろ、あん時。捜査妨害したいぞ、お前。知ってた、やっぱりバーニングか、本事教が脅してたから、やっぱりね、脅してたから。はい、タモリさんが証明しましたあんと、ガクトさん、そしてヒデさん、ヨシキさんが証明しましたさん。メンツいるから、あとガナリさんも、ジャニーさんも、サングラスかけて。これが証明した。ネアさんのした条例店が息子で娘でした元今は孫やけどね孫としていやいやいやお前バーニング打倒に協力するんかできんやろお前は最初からバーニングの強い子の働いてたやろセックスワーカーとして働いてたやろあの AKB OT の秋元告発したのは高額有告発動画見たやろ、お前ら。お前ら支払い義務あるぞ。クレジット。せんと、本当に来るぞ。来るぞ、マジで。来るらしいな。今、詐欺やって、最初から。言っとけ。詐欺でした、最後。おかしい。で、原美希恵と水あふみに払わしました。うん、お前らがやったことや。残念やったな。うん。サングラスかけたよ。うん。ネアさんに似てるって知ったアンジェリーナ・ジョリーさんあびっくりした本当にびっくりした本当にこれでも分かる通り私ね意外なのはいねやさん中国系でしたポーランド中国の本血でしたびっくりしたっちゅうなんで山崎浩二当時のケビン・スパイシナイダー将軍ねなんでかさあもう中国がねバーニング打倒っていやデモニストの支援してたって分かったのもう分かってましたもう堂々と寝に行ってなあのゴミ女ね何様じゃなんか兄弟にいやいよいよまですごいこと寝に行きたいやっぱなテロ資金稼いでやっぱ辰巳亮太磨いてたがお前最低やなお前何様つもりやこれお前奈々君強制出産させたやろ分かってた2020年の11月7日に出産知りましたヤフーで流れたんや何や SD なだらしないなルパン三世オタクソみたいにバーニングプロダクション殴り込み行ってこい喧嘩売って行ってこい喧嘩売ってこいゴミお前ら腰抜けやな本当に喧嘩売ってこいそうお前打倒するか覚えとけてめえよくも拉致しやってやっぱお前テロ組織かテロビルダーバーグ打倒のために日本学事業者協会作ったその参加として日本国際交流センター作ったんがあのな元は三極って感じてた何だよ田中明子お前最初が埼玉かお前のせいで埼玉危機が起きたんやとやっぱすごい子お前も訴えられたかお前かやっぱ大阪交流戦サイバーやったか中華化を切らしたんか何だよ司しの主体でもう全のヤクザと極左結集しましたもう革命お前らに圧力全員にマスクつけなんで全員を愛国者団体まああれはこいつら圧力言ってたやんそうもう関連中やって知ったんで圧力言ってもうこの前言うと辰巳亮ね総省が処刑させる水上を処刑する方針が問題発覚やあのゴミ女ジュリエットお前確保せお前が冒険でよあれしバレてるぞ同情されてよ知ってるぞバレてるぞ安心何言ったお前らに最後通知をしたよ日本全の盗聴するって言ったよ残念よ俺の会話盗聴された
さ、マヌケやな。気づけ、アホ。SNS しか流れないんや。リチャード・コジミツさんと同じ。大物ってくで。クボス・フムコね、アニメ。大物ってくで。大物でした。あえて富田厚生ビーってことかな。かなりビーや。あえて代弁してない。なんで脱退者教えようかさ、いやばい、恩人。系のさ、西田敏行ね、こいつ。バーニング、断絶、切れちまってん。あの世界征服をしようかさ、ね。俺のことやったら、やっぱりビルダーバーグに触れたやんさ。レインブラッドで採用ねん、ビルダー。ことや、もう女め。ヤシャも俺のことやった。まあ、ね、スピリテッドも俺やったやんさ。びっくりじゃん。マジやってティベット制やっぱ脅されてやん、まあ、そう行こう、お前テロ組織支援してたんやな、どこにデモニストのテロ行為黙ってたんか、うん、ジョーナグテロを支援したんやぞ、前代未聞時代や、問題発覚や、この前行くと俺が首相になったらさ、まあ、国際交流戦砲撃とかね、恩寺教の千駄ヶ谷本部に攻撃せざるやん、バーニングやんじゃん、もう誘導なんで攻撃せざる、ちゃんと TBS オフに当たらないよしてるからな、記者見よしろ言ったやろ、やっぱね英明系の松屋だ、やっぱりにゃんな、なかったか、やっぱりにゃん、だからもうあんたち脅されたら、やっぱりお名前で言ってんよ、にゃんやさんのどこやでも、あ、ちょっとポーランドせいで、なんでみんな悪いじゃん、放棄、記念してやった、あ、バーニング、制裁かけろって言ったのに、そう、うん、EU でも議論されない、もうすでに EU が動いてない、俺は元は DGS のエージェントでした、もう降参、あのよ、もう復帰したのよ、2008、あの CIA の報告で、そう、知ったよ、そう、核やよ、ビクター・レイティンが、もう、あのため捜査受けたのよ FBI から、そう残念だけど白状したん、自分は DGS のエージェントが工作員だって暴露したい、そうだよ、あの女性よね、言っとくけどアンジェリーナ・ジョリーさん唯一のね数少ない親族だ、そんな了承もらってようやく掲載できたよ、そんなのよアンジェリーナ・ジョリー機関だってビルダーバーグくるもうまめやん、アンジェリーナ・ジョリーさんね、今、ね、ポグレート・ブリテン、大変、うん、ジョゼフ・レッティ、おめでたよ、うん、現にジョン・ボイトと対立してたからな、本当に、びっくりしたよ、うちの、ね、芸人の兄貴、びっくりしたよ、スパーン、もう一応ジョリーさん、俺の兄貴になったよ、兄貴です、兄貴、兄貴になっちまって、あ、びっくりしたよ、階段かなと思った、見て、あ、バーニングあれよ、証拠。もう一つ、俺0歳か3歳前記憶がない。完全に落ちた。この前と声優の北村。元ね、AV。はい、受け。ファッショナルモデルのね、アスカキラ。ね。あと、アンミッちゃんことね、青田奈美。同じ年齢になってしまって分かったよ。その、皆さん知ったやろ。秋元才加さん。あ、中島めぐみ。知ったやろ、さ。いや、井上の消し方多かったで。復縁が AB 型おかしいと思ってん、水沢は完全に AB 型おかしいと思ってん、うん、だよクローンでした、やっぱクローンでした、まあとんでもない、すごい子、お前首洗って待ってろ、あの国立教授前で、ね、処刑しては終えておこう、滋賀県はもう関係ない、おっとけ、もういいんや、仁君どうね、土地君任せたで、もう任せたで、もう君の姉妹もう任せたでしょ、まあ、あの今日、相当ビビって、ね、藤原浩一、知ってました、どうも、退去して、蓮見警部、あの時、何の、まあ、斎藤明と警部をいたんでしょ、さあ、木の本駅で、ああ、待機して、やっぱ数名の署員引きで来たから、うん、神奈川空港経由、去ったから、やっぱり危ないから、もう、危なかったから、もう、避けてやる、もう、おととい、名古屋行ってきました、現場ね。安保クーデーターの現場ね、いやみんなね意外だよ、ああ名古屋に避難してたよ、名古屋港に避難してたよ、そう海保がいたよ、もう海保も抵抗したよ、びっくりしたよ、そう封鎖したよ、多分黙らしです、封鎖してもない愛知県警アウトやったらダメやった、そう
あ、俺静岡県警でしょ、静岡県、意外に愛媛県警動いてた、ほんなに来てたんや。あ、こっそりあの車のなんちゃ前原署が手配したよ。さあさあ愛媛県警の、うん、の新山警察署の面接がさあ運転してたよ。そのままね、もうこっそり帰りましたし、そう結構足りんかったよ。さあ大丈夫でしょう、そんなもんね、結構だ警部大変でしょ、やっぱり麻布署アウトか、参ってる腐ってたか、やっぱり長浜署アウトやったこいつが、やっぱ本部の連中危なかった、やっぱり本部のびっくりした。そう要は、ね、四国の日本大警察が結構良かった、ああ外務省の証言、笹川さんも両証言、大体どうやって日本財団の本部を置くんやねん、あんな状況で危ないよ、俺もみんなアリバイしてるの、商船ホールディングスを歓迎して知ってるから、みんな当時びっくりした。そう俺書くんやけどね、ここで松竹の関係あったやん、そう任天堂の関係あったやん、あったやん、日本進出ね、どうする、やっぱりバーニングか、バーニングか、バーニング、だからあいつらが、いやイレブンヘアニストの連中が、やまあ田中君ほっとけ、あんなテロリストザコヤがほっとけ、いやなんでの埼玉地検襲撃地検、いやあんな田中君すごい子ね、両子その起訴せって不起訴したことで切れちまったよ、さあ大阪クライスね、大阪クライス切れちまったよ、さあ藤上ちゃんご苦労ね、まあれ藤上ちゃんでした、もうこれじゃんしたらもう知ってたよ、さあ瀬戸ちゃん最初からすごい子断絶じゃんし、やっぱ裁判になってたからさ、やっぱりにゃん切れてたからもう全然かもう諦めた、まあ、相当恨んでた、あれ久保田寛一郎君久保つもんでしょ、やっぱ怒されてやからもう、はい、はい、もうほっとけあいつバカよ、ほっとけ、うん、ほっとけよ、なんて言うの、ね、井上真理奈お前バーニング打倒できるんか、アピール無理やろね、福井も無理やろな、お前ら所詮ゴミをねほっとけ、大体あげまね強行やった、電通の強行やったらさ、あ出たんよ、そうか出たんよ、おにゃんこの面相、そう見ちまったんよ、そうみだこれって言ったんよ、そうだねよ、そういう子も監視付きで減刑処分執行猶予付きの死刑から、うん、相当厳しかったのよ、そう、うん、意外でしょ、皆さん自民党公明党関係者多かったよ、そうあのね、もうこん小泉さんね責任取ってやめたんや、もう大月と責任座談や、ね、長曽根さん確かに革命のヒーローになったんや、ところが本人辞退するって言った後継者細川森弘任せ森弘に任せるって言ったんや、そう任せるって言ったんや、小泉さんも反省したんや、そう反乱を阻止でき反省したんや、どこにこだまえってんや、そうあの三ヶ瀬大蔵と藤井雄二抜刀派でした、やっぱ抜刀派のメンツやって、だからね、辰巳亮出さねえよ、もうすぐ願いてた七君と金井君脅されて、やっぱりねもう大丈夫や、もう新山こう手土産持ってきた、俺も抗議した、新山革命起こした、よーしゃせ、いやもうお返しし恩返ししたい、もうもう容赦しなかった、最終決戦皆さん福井公民と石川公民おい富山公民あなたたちも言うわ、うん4キロみんな東京やぞ、もうほっとけ東京や、うん東京やって、最終決戦ゴジラ作品見ろ、うん、大体画面です全部、うん、水は見えと、うん、圧力かける設定やって、もうこれすごい最初から、ね、バーニング、うん、赤坂が攻めるよって、そこらがそれ GI あったね、さあもう最初は千田がよええー、なんでいいよやめたよなんだよそういこうお前消えてもらうぞ革命の際即決死刑するの覚えとけ以上